浜野八郎から1932年12月30日は、葛飾県出身の衛生工学、土木工学者。日本統治時代の台湾で、台湾総督府土木部の技師として、多くの上下水道インフラを手掛けたことから、台湾水道の父と評されている。帝国大学出身で、政治家も務めた浜野昇は、後継ぎがいなかったことから、 当時20歳だった八代を養子とした。1890年に帝国議会衆議院議員となり、当時唯一の医師兼業大医師だった。肺結核予防など近代医療体系構築に尽力していた。その後2戦目を狙った選挙では落選し、1895年に大日本帝国軍の軍医として台湾へ赴任した。大日本台湾病院の院長に任命されている。 養父、昇るは野城に、都市を人体に例えると、健康な都市に必要なのは、清潔な飲料水、新鮮な空気と、緑地空間である。衛生工学は、都市生活者に、必須の技術であり、衛生工学者は、都市の医師だとたびたび解いていた。医師、昇るの影響は大きく、その後野城が、台湾で、衛生インフラ整備に従事するようになる。 浜野の尽力で台北水道水源地に建立されたウィリアム K ・バートンの増体南市の山上上水上にある浜野八郎共造邸大の衛星工学特別講師だったバートンに指示し東京帝国大学工学部土木学科を卒業後の1896年バートンが民政長官 後藤新平の要請で台湾での衛星インフラ整備事業で顧問を務めることになり助手として同行した。台湾に赴任すると台湾総督府民政部土木局の技士に従事。帝国大学で後輩だった堀見松子と同僚だった。台北都南部で衛星状況調査、台中で都市計画調査を行う傍ら、同時並行でイギリス統治下の上海、香港。 シンガポールなどを視察し、英国式の衛生行政を学んだ。そして、バートンとハマノは台湾で衛生問題を解決する方策は上下水道の整備にあると結論付けた。1899年、バートンはキールン水道貯水池設計中にフード病に倒れ、東京へ戻りつつも帰らぬ人となった。悲しみに暮れつつも、ハマノはバートンの意志を継いで、 台湾に残り上下水道の整備を継続した。23年に及ぶ駐在期間で、キールン、台北、台中、昭和、嘉吉、台南、平東などの主要都市及び市林、金包里、北投げ、都録、大港、河連港などの中小都市で水道事業に携わった。水源調査、取水場、浄水場、ろ過装置、 上下水道の整備計画をまとめ上げただけでなく、バートンの教えに従い新しい理論、概念の学習を欠かさず、毎年定期的に開催されていた全国浄水協議会などで他の技師と交流もしていた。また、在体日本人の健康増進、精神鍛錬などを目的に設立され、台湾で武徳殿などを運営していた台湾体育協会で理事も務めている。 1902年に竣工したキールン水道は21世紀の今なお現役であり、当時の姿を残す八角清浪とポンプ室は一定歴史建築に登録されている。1908年に完成した台北水道は、日本の東京や名古屋よりも早く供用された水源で12万人分の水を供給し、台北市の水事情、衛生事情の改善に大きく寄与した。 役目を終えた現在は、台北市政府の指指定戸籍に登録され、地雷水博物館として生まれ変わっている。1911年7月9日には市林、北投げでも水道が完成。1912年には、第28回帝国議会で総督府が要請していた、総額263万円の台南水道の予算案が通過した。翌年に実地調査を開始し、 予算が433万円に超過したり、第一次世界大戦の影響などで予定していた4年の後期が遅れたものの、7年以上の後期を経て1922年に10万人の供給能力を持つ水道インフラが完成している。台南水道は戦後に市内で大型の施設が稼働し主要な役割を譲ったものの、1982年まで稼働し続けた。 こちらも2005年に国定戸籍となっている。台南水道事業では上司として八田与一と出会い、八田は浜野から多くのことを学んだ。その後八田は同じ台南で、か南大とカラス山頭水子の大事業を完成させている。1919年、浜野は健康状態の悪化を理由に総督府の職務を辞し、帰国することを決意。 また、恩師バートンの功績を世に止めるべくその銅像を建てようと募金に奔走し、台湾総督、赤史元次郎にも台北水道水源地内の用地確保を申請している。3月30日に無事バートン像の除幕式を開くことができた。4月に帰国のために台湾を去る際には官民合わせて150人以上が集い送別会を開いている。 23年間の駐在中、16カ所の上下水道システム構築、16カ所の都市計画に携わったことで後世では都市の意思と評されるに至っている。没後の1937年時点で主要都市を含めて全土に111カ所の水道インフラが整備されている。日本へ戻った浜野は帝国大学学長だった佐野藤次郎の紹介で、 神戸市都市計画課課長として、市内の上下水道整備に携わり、引き続きその手腕を国内で発揮した。浜野の帰国後、八田和市である浜野の功績を称えようと、台南水道の山上水源地に銅像を設置を呼びかけた。そして1921年に共像が建立され、台北と台南で指定の像が揃うことになった。しかし、 第二次世界大戦中の金属教室令により、バートン像だけでなく、浜野像も撤去されている。その後、水源地を訪問した、対岸の実業家で厳実業創業者の巨文流は、像の不在を嘆き、浜野の鏡像を制作、水源地に寄贈している。ありがとうございます。